はグレマム様から授かった力。バティスタ、フィリアのくせに強くなりやがって、とどめを刺せよ。俺はお前の大切な神を侮辱した男だぜ。私はできないのか。だろうな。お前はそういうやつだよ。お前のその甘さが命取りにならなきゃいいがな。フェイトを助けに行こう。別の牢屋が向こうの扉の奥にある。すみませんか、私を少しだけここで一人にさせてもらえますか。ああ、わかった。フェイト、無事か。ジョニー、よく来てくれた。一緒にいる人たちは。安心してくれ、こいつら助っ人だ。押しかけ同然のな。そうでしたか。皆さん、助けていただいてありがとうございます。私の名はフェイト・モリー、前領事だったジノの息子です。ジノのおっさんはティベリウスにやられたか。ああ、早速だが頼みがある。統計寮に行きたい。黒十字艦隊を出してくれ。統計寮ですって。なるほど、そういうことか。俺たちはグレマムを捕まえないといけないんです。しかし大丈夫だ、こいつらならやれるさ。それにこの俺もついていくんだからな。ジョニーさん、嫌とは言わせないぜ。一緒に戦おうって言ったらそっちだ。お前がそんなことを言うと。ジョニー、さてはエレノアのこと。言うなよ、別にそんなんじゃないさ。わかりました、港の方に船を用意させます。本に切るぜ。イリア、こんな遅い時間にお前何やってるんだ。あ、バティスタ、ちょっと調べ物が長引いて。まったくグズなやつだな。仕方ねえ、俺も手伝ってやる。バティスタ、ありがとう。お前に任せてると夜が明けそうだからな。フィリア、すみません、スタッフさん。なんだかいろいろと考えてしまって。謝ることはないさ。バティスタのしたことが許されるとは思いません。でも、この人にも敬虔な神官であり、良き先輩だった頃があったのです。それだけは信じたい。こんな私はダメでしょうか。そんなことないよ。フィリアはそれでいいと思う。フィリアは優しいんだ。そうでなくなったらフィリアじゃない。スタンさん、ありがとうございます。フェイト、レアだ。無事でよかった。辛い思いをさせてすまなかったな。皆さん、フェイトを助けていただきありがとうございました。それでは私は先に港へ行っています。皆さんの準備ができ次第、港までお越しください。待ってろグレマム、すぐに統計寮へ乗り込んでやるからな。フェイトが船の準備をしてくれている。準備ができたら港へ向かおうとしよう。ディオン、ピコハンいっぱい出せないの？出してどうする。道具屋に売ればお金になるかなって。これならたくさんありますよ。フェイトが船の準備をしてくれている。準備ができたら港へ向かおうとしよう。君と話すと冬を思い出す、
冷たくされて涙する。おい、歌をやめさせろ。いいじゃないか、楽しくてさ。背伸びじゃないと言い聞かせ、本心隠してクールに行くのさ。誰かさんの歌みたいね。それがどうした。知らぬはいつも本人だけなのさ。ジョニーナンバー32、冬の美少年ってな。